ここ、ここがゲームウィズの本社か。思ってたより大きい建物でびっくり。入るのが楽しみだぜ。でも今日はなんで呼ばれたんだっけ？なんか社長から直々にお話があるって。まだゲームウィズに所属してから1週間しか経ってないぞ。みんなに嬉しい報告ができるかもな。よし、行ってみよう。むむ、めちゃくちゃ広いぞ、ここ。なんか都会の会社って感じ。田舎もんか。すみません、社長室の場所教えてくれませんか？あら、社長とお約束してる方々ですか？はい、やわらチャンネルゆっくりご一行です。私たちそんな名前なの？てかこの OL さんめちゃくちゃ可愛くない？私、もう、落ち着け。ゆっくり様ご一行ですね。お話は聞いてますよ。実は、本日は一日社長でいろいろ大変でして。一日社長？ああ、一日だけ社長を体験するってやつだよな。聞いたことあるぞ。今日は入れ替わった社長に呼ばれてるのか。それにしても可愛い。お前そろそろ捕まるぞ。それでは社長室までご案内します。ついてきてください。おいだー。おいフラン、あいつ可愛いものには目がないからな。すぐ追うぞ。はぁ、はぁ、危ねえ。なんとかフランの暴走を防げた。あの OL さんどっか行っちゃった。目的を忘れるな。だってせっかく社長室来たのに誰もいないんだもん。え？呼ばれて飛び出てじゃ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 ー。いや呼んでません。まあ呼んだのは私なんだけどね。てかなんでおとぬしがここにいるんだよ。一日社長、まさか。その通り、以上だって私がゲームウィズの社長。嘘だろお前。嘘じゃないぞ、ここにいるのが何よりの証拠だ。確かに、お前が社長を務められると思わないけどな。でもなんで呼んだんだよ。ふっふっ、私が君たちを呼んだ理由はただ一つ。海外出張してもらいます。海外出張？お前適当な指示してるだろ。いやいや、適当なんかじゃないぞ。今日も一日社長で成果を出せば報酬をもらえるんだ。お前、私たちを使って報酬をもらおうとしてるのか。だって、もらえるものはもらいたいもん。オーストラリアの大会に出てもらうけど、もし30位以内に入ったらそのまま旅行してきていいよ。おい、聞いたか、旅行してきていいってよ。30位以内取ったら、だろ。簡単じゃないぜ。まあもう飛行機は取ってあるから断れないんだけどね。特権なしか。ということで行ってらっしゃーい。うわーい。おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢とフランです。あやです。マリサだぜ。ということで今回は海外のクイックゼロビルドカップに出場していきます。タコフィーたち社長に命じられた大会か。ゼロビルドの大会だったんだね。海外サーバーならゼロビルドでよかったんじゃない？建築ありだったら絶望的だったぞ。形式は上ですね。霊夢さん、マリサさん、頑張ってください。ちなみにサーバーはオーストラリア、オセアニアサーバーだよ。平均で110ピングくらいかな。他に比べたら軽い方だね。それで、30位以内に入ったら終わった後旅行できるんだよな。ああ、タコス一日社長が言うにはそういうことだな。絶対上位取るぞ。どっちにしろ旅行みたいなもんだからあんま変わんないような気がするんだけどな。あやどうした？あななな、何にもないです。上位取るならこの1マッチ目は重要だな。そうだね、なるべくいっぱいキルして最後の方まで残りたい。初動は物資が大量にある近藤に行こう。敵が来そうだと思っていたんだけど来てない。来てませんな。まあまあ、物資を潤沢にしてしっかり戦えるように準備しましょう。よし、鍵手に入ったわ。ナイス、金庫開けられるやん。今シーズンはこの鍵で開ける金庫が強いんだよな。ということででかい金庫の方に行くね。今シーズンは気球での移動が便利でいいですね。そうなんだよね。ドア、金庫開いてる。マジか、近くに敵降りてたのか。当たってる、シュー仕掛ける。よく狙って。122、割った。中身逃げた。気をつけろ、二人いる。もう一人72。霊夢、私が合流するまで突っ込まないで。外から撃つ。もう一人シールドカット。このまま外から撃って削る。お待たせ、私合流できたよ。一人やった。よし、一気に詰めるぞ。おらー、あえてー。ナイス、ここは落ち着いて対処できたな。一人で突っ込むんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたよ。そんなことしないもん。昔の霊夢さんだったらありえましたね。物資は潤沢になりましたよ。武器も強くなったし、この上の気球使って敵探し行きますか。追っていこう。この移動便利すぎるわ。お、霊夢、こっちいるぞ。了解、戦いに行きましょう。銃声聞こえた、戦ってる。一人やられてるぞ。とりあえずダウン隊の核入れるね。建物の中。え、どこどこ？あ、見えた。爪当てた。ナイス撃破。おお、まだ奥にいる。私撃ち返す。やばい、木の裏にもいる。ごめん、やられた。そ、ワンブイ通過。一旦引いてもいいぞ。私は強気に行く。おい、危険だぞ。さっき割った敵を、よく狙って。せや、ナイスワンパン。あとは撃ち合いだー。1点、2点、3点、4点。固定6点割った。ナイス、めちゃ優勢だぞ。ショックウェーブで詰める。おい、なんか今見えない壁にぶつかったな。だが関係ない、あとは倒しきる。やべ、外した。おい、当たるぞー。
ふう、焦ったー。危なく見えたけど結局ノーダメージで 1v2 クラッチ、ナイスだ。30位以内に入りたいからな、ここでこけるわけにはいかん。マリサーどこ行く？そうだなー、まだキル欲しいよなー。ロッキーとか敵いるんじゃない？いやお前そっちアンチガイだぞ。関係ない、キル狙いに行くぞ。嫌な予感しかしないわ。マリサーどう？この建物から音がする。マジか、アンチ来る前にささっと倒したいね。中のどこにいるかわからん、警戒していくぞ。いないなー。さっき絶対いたんだけどなー。足音マッチした、多分逃げてる。見つけた、私撃ってるよ。倒した、けどスナイパー当てられた。ナイス撃破、向こうから撃たれたね。私行くわ。このねえ。おお、私まだ行けてないぞ。大丈夫大丈夫、私一人でどうにかして。上を撃たれた。マリサカバーして。あっつげカバー間に合った。もう、マリサカバー遅いぞ。お前が突っ込みすぎなんだよ。でもまあ突っ込みすぎは良くないが、どんどん行かないと上位は難しそうね。アンチ持ってるし、移動しますか。おいマリサ、足音マークだ。きっとこの中だぞ。いやもう全然遠くだから。え？マジ？あーもう逃げられちゃったよ。くそ、敵さん隠れるのうまいな。お前が探すの下手すぎなんだよ。大丈夫大丈夫、ショックウェーブで詰めればいいだけのこと。よし追いついた、ここから削る。一人シールドカット、白2点、もうちょい、ショックウェーブぶち込む。で先に逃げられたか、さらに追いかける。あのブッシュの中に逃げ込んだぞ。くっ、このままだと返り討ちに遭う。ショックウェーブで突き飛べ。二人を突き剥がした。片方マリサの方にぶっ飛んだよ。こっちは任せろ。奥の敵は霊夢に任せる。打ち合いか、受けて立つぞ。オラ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 。ラストのとどめ。ナイス、同時にこっちも倒したぜ。めっちゃいい感じやん。もうすぐ10キルいけるぞ。この大会、順位ポイント高いけど、1キルで2ポイントだから結構キルポも大事なんだよな。このペースでキルしていきながらリプロイしたいですね。マリサこっちから銃声するぞ。戦ってそうだな、今行く。マリサ、あそこ、棒立ちしてるかも。任せろ。よく狙って。でやー、頭抜いた。ナイスでしょ。このままあそこ詰めるぞ。とりあえず角入れたよ。オーケーナイス。あれ残りはどこ行った？隠れてそうだな。ここ確か金庫ありましたよね。ワンチャンそこじゃないですか？そうだ、行ってみよう。開いてるね。ちょ、マジでおるやんけ。マジやん。おらー、突撃。ナイス。敵さんすごい隠れ方してたな。あやに言われなかったら見つけられんかったかも。これからはコーチングのあやと呼んでください。すぐ調子に乗るな。おい霊夢、飛んでる敵がいるぞ。対空しようぜ。撃つと止まらないように注意な。大丈夫、ここならどこからも撃たれない。ヒター、すんません、スナイパー抜かれました。だから言ったのに。でもどこから撃たれたんだ？地球の上ですね。あそこからならどこいても撃たれちゃいます。スナイパーマジで注意しないとヤバいな。まあなんとかリブートするから復活したら頑張ってくれ。ウエス。うおー、スナイパー怖えー。でもなんとかアンチ内まで来れたな。ああ、そしてもう残り人数も少ない。リクロイするにはこのマッチがチャンス。うまく立ち回って、有利な場所をキープするぞ。それじゃ終盤、頑張ってな。レッツラゴー。霊夢、聞こえるか？ああ、銃声だろ、聞こえる。ここからならバレてない、ぶちかませ。任せろ。頭抜いたー。ナイス、一気に詰めるぞ。ショックウェーブで上から撃つ。うわー、ショックウェーブで逃げたぞ。オッケーオッケー、とりあえずここは取れたぞ。スナイパー当てられた、やばい。予選だ。おーいマリア、急にボケなくてよろしい。危ない危ない、近くにも敵いたんだな。でも待って、蘇生してる。倒したぞ。ナイス、その撃破は大きい。今倒した拠点のところも安全そうですね。確かに、移動していいかも。お、さっきスナイパーで抜いたやつの核入った。あれも取れそうだな、よし行こう。オッケー、移動できた。めっちゃ物資あって最高。でもここアンチには入ってないんだよな。ポケットバンカーもあるし、アンチ内で拠点立てますか。ん、ここら辺かな。もうちょい奥でもいいぞ。おーいマリア、全然違います。どうしよう、さっきのところで金プライム取り忘れたんだよね。まだ取りに戻れるんじゃない？待ってて、キルはそこ、スナイパーで。いやー、マリサ、すぐバンカー奥から耐えてくれ。ごめん、角入れられた。おーおーい、かなりきつくなりましたけど、霊夢さん一人で戦うしかないですね。マジ5人、今後はスナイパー撃つと気をつけます。過ぎたことはしゃあない、ここは私に全て任せてくれ。あー頼む、とりあえず後ろの敵、多分一人だと思う。奴は絶対倒す。来たか、ここでまずは削る。クローム解除されたぞ。となれば上から注意をかける。シールドカット。くっ、ブリーボムだと。大丈夫、絶賛体力少ないよ。このダンシングが終わったら攻める。くっ、外した。もう一度。ナイス。残り3パーティーの5人ってことは2対2対1。2は硬いが、上位に行くにはビクロイ必須。やるしかない、見ててくれ。
うおーおーおー走れー。霊夢さん早速金プライム取り忘れてます。え、マジ？おい大丈夫かよ。とりあえず見えた、目の前に二人だね。ショックウェーブでどかしたいんだけど、うまく入らないね。入れ。二人飛ばしたぞ。ナイス、少し進める。残った一人も削りたい。オーバーシールド取れてる。逃がさねー。ナイス、ワンブーツーだよ。残り二人、やってやる。もうここで少しでも削るしかないですよ。霊夢勝負、3点、4点割った。やばい、もう一人から撃たれてる。うわぁ、こっちも割られた。勝つには一人を溶かすしかない。く、ならば。ボールマリア、ただのポケットバンカーです。ここで一人やるしかない。1点、2点、3点、4点、5点、倒した。うおー、激圧展開。ラスト 1v1。 ここは無理に詰める必要はない。慎重に行く。なんか当たるかの音バグった。笑ってる場合か。至って真剣さ。エイト席はやばい、近くまで来てた。高低差を生かせ、上は有利だ。考えろ、考えろ。霊夢さんもワンチってる。時間ないぞ。もうわかったから、もういい、考えても無駄だ。最後は霊夢勝負じゃー。よっしゃー、勝ったぞー。すげー、あの状況から一人で勝っちまった。このビクロイはマジで大きいぞ。なんて言ったってビクロイポイント9だからな。9、約5キル分。でかすぎる。このままポイントを稼げば上位もいけそうですね。よし、30位以内目指して頑張るぞ。レッツ旅行だー。さあ行くぞ、霊夢。あー、このマッチが正念場だ。無理して撃破ポイントを稼ぐ必要もなさそうだ。安全に順位ポイントを稼ごう。敵は今のところ見えないな。もしかしてフリー？あり得る。でもさっきのマッチみたいに金庫を漁りに来る敵いるかも。そうだな、そこは警戒しよう。おい、先に鍵開けてるでー。オッケオッケ、周りもいなそうだな。今回めちゃくちゃ初動いい感じじゃん。もうささっと漁ってどこかでゆっくりしたいよね。そうだな、近藤もアンチ入ってるし、どこかで隠れよう。霊夢、アサリ終わったか？あー、完了した。よし、アンチが外れるまでここでハイドしよう。了解、明暗だな。やっとアンチ外れたか。もう第3アンチだぞ。今までアンチ入ってたのは割と奇跡だな。しかもアンチも近い。地球の電波でサクッと移動しちゃいましょ。結構見渡したけど、ボート順次側はスカスカだな。敵もいなそうだな。よし行こう。アンチ、まあまあ近いな。歩いていける距離だが、どうなんだろ。ちょっと見てくる。うわぁ、なんか戦闘した跡があるわ。こっちはなんか危ないわ。オッケー、正面から進んで、アンチに入ったらバンカー立てましょ。こっち、全然敵おらんやんけ。ナイス、こっちのルートが正解だったみたいね。これはでかい。でも次は6分の1アンチ、接敵は避けられないよね。あぁ、次の移動とその後が肝だな。ここで生き残って、30位まで一気に近づくぞ。あぁ、ということで、終盤レッツラボー。マリサ、準備はいいか？ああ、いつでも。中退した、今行くぞ。スチラッツーン。どうする？迂回するか？そんな暇はない、正面突破だ。うにょ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 。もうすぐアンチ内だけど、あやばいわ、こっちめっちゃ見られてる。まずいぞ、ここじゃ遮蔽物も何もない。そんな時のためにこれだ。ジンマリア。もうそれ痛いだけじゃん。とりあえずここでしのげるな。いや、まずいことに気づいた。ここアンチ入ってない。何してんの？目の前絶対敵いるし前に進めない。もうショックウェーブぶち込んじゃえ。投げたよ。オッケ、吹き飛んだ。ナイス、あいつらにヘイトが向いてくれれば。でも霊夢たちがめっちゃ撃たれてるね。しかも敵攻めてきてる。じゃなんで、ここアンチがいらだぞ。もうやるしかない。倒した、けどブッチからも撃たれてる。吹き飛ばしましょ。これでも食らえ。やばい、こっちに飛んでてた。ごめん、私アンチ外で回復なう。カバーしてよー。あっつな、死にかけた。私ショックウェーブで先にアンチ内に行く。オッケー、やばい、物資取る余裕がない。うおうおう、急いでアンチ内へ行くぞー。待って、建物も中やばい。めちゃ敵いた。ごめん、私やられちゃったわ。くぅ、どんまいだ。また申し訳ないが順位伸ばしてくれ。あー、幸いいい感じのところを見つけたぞ。ちょちょちょ、敵いるー。怖すぎだろ。ショックウェーブで吹っ飛べ。あー、なんかすり抜けちゃった。何してんの。さっきの敵はもういない。と言ってももう移動ですよ。やばい、普通に行ったら即死だ。黒のスプラッシュ落ちてる。使うしかない。スチラッツーン。今目の前いたぞ。マジ危ねえ。通り抜けー。よし、めちゃ安全な空間に来れた。いいぞ、このまま敵が減っていくまで耐えよう。でもアンチが来てる。進むしかない。通り抜けー。毎回それ言うの。いいぞ、周り敵いない。その建物で少し時間潰せる。うにょ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 。よし、ここだ。なんか隠れ家みたいでいいな。ここ何場だよ。そう、もう移動か。気をつけてください。目の前銃声しましたよ。やばい、鉢合わせた。通り抜
ルー系。絶対間違えただろそれ。ダメだ、もう目の前の敵やるしかない。100カット、アサルトリロード忘れてる。やべえ、なぜか倒せた。でも霊夢移動にせいだ。ここじゃ格好の的だぞ。まだだ、まだ、もう少し伸ばせる。チラッツーに、霊夢のそろそろ恒例にしますか。ああ、間違えてトリム系。無事なにしてんだ。でもなぜかまだ生きてる。このまま先端まで行きたい。見ろ霊夢、3位だ。マジか、1v1v1 やんけ。でもさすがに体力が低すぎるの。へー。GG、ナイスファイト。そうかねか。まああの絶望的な状況からよくここまで立て直せたよ。5位から4ポイントずつ入るので3位でも上々です。マジか、そんなに入るのか。耐えたいにはあったな。これ30位以内、いけるのか。それじゃ結果までいっちゃいますよ。結果発表。うっせー、ギリギリ30位だー。あっつーな、マジでちょうどやん。これでオーストラリアで遊んで帰れるな。加えてタコス校長から報酬の一部もらってもいいんじゃないですか。これ確かにあいつ何にもしてないもんな。まあ私たち結構頑張ったもんね。1桁順位が4回、めちゃいい感じだったな。ゼロビルドの大会は週に3回もあるから、今シーズンはいっぱい動画にしていきたいですね。皆さんはゼロビルドの動画好きですか。もちろん建築ありの動画も上げていくけど、皆さんの感想も参考にします。ぜひチャンネル登録、グッドボタンの上、コメントしていってください。ということで今回はここまで、かな。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。